はい、あ、お邪魔します。オリサオリカ、こんにちは。インセクトドリームファクトリーさん、遊びに来ております。お、かっこいい。これがレイメイですか？これはね、元木のね、はい、元祖の、あの元木の元祖、奈良は、ああ、すげえ。元木さんが本人が作ってるやつ。はい、はい、すごいのがね、ありますね。マルガリータ、ヒナカブト、ね、幼虫2500円、銅色クワガタもね、いますね。3頭で標本も、ね、いますね。すごい、綺麗。大きい金分ですね。ちょっと小屋に入って、すごい、めっちゃ大きいです。綺麗で大きいですね。可愛い、そして可愛い。はい、ありがとうございます。じゃんけんで買った人が、あの全部買うっていう、あの男気じゃんけんをね、あの今から開催します。はい、自分はこれを買ってもらいます。ポンタさんは何します？そうですね、白目ってやったら白目喜ぶねんな。そうそうそう、うん、え、野本さん何しますか？何しようかな。これが怖いと。何しようかな。自分注いでます。え、野本さんがこちらにします。オリジナルの、うん、こ、中身はこんな感じです。いいっすね。うん、あ、挟まれそう。なんか挟まれそう。挟まれる。随宝、極太。いいですね。オリジナル。あ、いい。あ、かっこいい、かっこいい。うん。これがペアで5000円なんですか。はい。安いね。安いな。よし。じゃあこれで。これね、俺、産卵剤。1箱。あれいくらなんですか、産卵剤1箱。産卵剤30本入りでいいんですかね。うん、いいよ。30の4500円。4500円。なあ、俺ポンちゃんから全然儲けていけんの。ってことで、よし、7000円と5000円と4500円で、いくらなるんだ、全部で16500円。16500円をかけて今から男気じゃんけんします。え、これはルールは何？勝った人が買うんすよね。でも一つ言っていいですか？はい、欲しいんでしょ。欲しいですよ。欲しいんですよね。欲しいです。これはみんなに配るんですよ。じゃんけんします。それでもします。やりましょう。やりましょう。いや、買いたいから。勝ったやつが買えばいいんですね。勝った人が、はい、せーの、最初はグーじゃんけんぽん。買いましょう。はい、買いましょう。くそ、負けた。あ、もうくそ、負けた。いや、まあ、嬉しいですよ。男気見せれるわけ。しかも自分のじゃない、みんなに配るための。さすがポンちゃん。さすが。最近なんかいろいろ、ほら、はたかれよったし、ちょうどいい。うん、みんなのために。そうですね。みんなのために行きたいって。いや、ありがとうございます。はい、じゃあ購入したいと思います。ってことで。はい。ありがとうございます。はい、16500円ですね。お、これね。と、産卵剤。産卵剤。1箱。30本入り。30本入り。2段か。はい。はい。ありがとうございます。買いましょう。あ、はい。お願いします。お金貸してくれません？ちょっと。あ、はい。どうぞ。はい、どうぞ。お金貸してくれません。はい。お金貸しみたいな。お金貸してくれます。はい、必ず返します。はい、はい、ちょっと。ありがとうございます。じゃあちょっといただきますんで、今さっきの、はい、じゃんけんで買ったやつを僕、はい、はい、はい、きっちりあると思います。はい、わかりました。計算してください。はい。はい、ありがとうございます。ポンちゃんさん、ありがとうございます。いや、いえいえ。ごちそうさまです。大事にしていくします。してください、大事に。はい、はい、じゃあ産卵剤を配ります。産卵剤配ります。はい、配ります。OK ですね。はい、ありがとうございます。気持ちいいです、僕は。店長様、ありがとうございます。ちょっと、おばたら、めっちゃ太。配りたくない。これ配りたくない。俺が使いたい。いや、これみんなに配りたくないな。これは配りたくないレベルですよね。ガリガリのやつでいいけどな。
すげえ。いやでもいいや、これ配ろう。わあ、さすがっす。さすがです。これ使えるよ。さすがですね。だからあの、ポンちゃんさんの、なんか名前を、めっちゃいいわ。振るのに、ちょうどええやん。すげえな。ザイのポンちゃんみたいな。ほんとっすね。ザイポンちゃん、ザイポン。こういうのを使ってやった。はい。ということですね、今回は、インセクトドリームファクトリーさんの、ショップさんに遊びに来ましたっていう動画でした。そして男気ジャンケンでね、いろいろ買ってもらいましたっていう動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。でね、遊びに来てください。で、ここのね、ピンポン押すとね、店長さんが、どうぞーって言ってくれるので、ね、いつでも大丈夫なんですか？ね、いつも。いつでも。あとね、まーに、月火水の3日間だけは、はい、サンガザイ切りに行くから山まで、はい、うん、だからそういう意味でたまに臨時休業はしてる。毎週じゃけどね、はい、うん、月に1回か2回だと、うん、そうやって行くから、はい、わかりました。で、インセクト電話をかけて、電話をかけて、あ、間違いない、わかりました。でしたら下の方にですね、インセクトドリームファクトリーさんのホームページ、電話番号、住所の方ありますので、もしよろしければ見てみてください。今日はありがとうございました。